さあ今回も始まりましたモルゲンのベッドザアイテム。今回は体調バッチリでございます、ね、前回僕ねあの後もう帰ってねもう頭グワングワンするしまともに立ってられないしで、熱を測ってみたんですね。ただね38度6分ぐらいありましてはーですよね。やっぱ体調管理しっかりしないとね、やっぱ時期も時期ですし年も年ですし本格的にちょっと野菜をちゃんと取らないといけないかなと最近思い出してる次第でございますけども、今回はもうバッチリですね。もう喉も痛くない、鼻も通る、ちゃんと喋りますから。で今日4月13日なんですけど、そのベッドザアイテムの1回目の配信が今日なんですよ。若干ね見るの怖いですけども、まあ前回は実践のあんまりいいとこありませんでしたからね、結局初当たり1回ですか、パチンコ番組の恐ろしさというものを1回目にして痛感した次第でございますけども、今日はなんとか初当たり3回は取りたいなと。さあというわけで今回私諸角ゲンズブールがこのパチンコ実践で獲得したいアイテムはこちらになります。じゃじゃん。もう2回目にして番組ルールは結構はしょりましたけども、今回はですねこちらスビというブランドのデニムシャツになります。一応このデニムシャツはロンハーマン別注なんですけど、スビっていうブランドはですね、オーストラリアかなのブランドでございます。でデニムを中心にね作ってるブランドで、まあ、他にも一応アイテムあるんですけども、デニムには非常に定評があってですね、でこの画像ちょっとその裾のところが見えないんですけど、裾がこれフリンジになってるんですね。フリンジってわかりますかですよね。あのなんか糸を垂らしたような、まあ、切りっぱなしに近い感じです。こうなんかこうちゃんと裾は裾であるんだけど、そこからこう糸がビーってデニムの糸が出てるような感じになってるんで、まあ今結構そのオーバーサイズがね流行っておりますけども、こういうなんかフリンジのついたシャツと中はこうオーバーサイズの T シャツとかね、そんな感じでこう春は着たいなと思っておりますんで、このアイテムを今日はなんとかゲットしようと思うんですが、ただその代わり負けたらもちろん前回の私物プレゼントでございます。で今回私がベットさせていただくアイテムはこちらになります。前回あれだったでしょ、革のバッグだったでしょ、あれああいうのをねやっぱ毎回やるのは良くないよ。僕気づいたもん、負ける可能性が高いんだから、あんまりああいうのガッツリガッツリやってるとねちょっと本当家の中からもう全てなくなっちゃいますから、今回若干革のバッグよりも安いです。こちらでございます。じゃじゃん、カシオのデータバンク2本セットでお届けいたします。得ですよ、これは2本セットですからね、1本買えば8000円のところ2本で1万円でございます、値段は冗談ですけども、このデータバンクをね、2本セットでプレゼントしようと思ってます。これはあの同じそのデータバンクっていう時計なんですけど、型がね、見てのとおりちょっと違います。で、まあサイズの調整が結構簡単なんですよ。これここちょっとピッてこうなんか横の部分をなんかこう針かなんかでピッてしてもらえれば簡単に調整できるんで、女性の方でも使えますよ。で2本セットなんで、例えばカップルでね使っていただいてもいいですし、ぜひともこれを皆さんゲットしていただきたいと思うんですが、まあでも僕も今日は勝ちに行きますよ、うん、半年間やっていく予定ですけども、まあどっかでやっぱね、勝たないといけませんから、今日はなんとか勝利を収めたいと思っております。で騎手なんですけどもマックスにはいかないよ、うん、319であんだけねなかなかちょっと厳しいっていうのが分かりましたんで、また僕の中ではもうあれに行こうっていうのは決まってますけどね、それは入場した後に、お楽しみというところで、今日はなんとか次のデニムシャツをゲットできるように頑張っていきたいと思います。Down the street tonight, sitting alone by the heavy gym. Jesus help us holding tight. Ain't got nothing for the quick outcome. I gotta go, go like a local no. I gotta go, go like a cannonball. I gotta go, go like a bullet. Susie waiting like a puppy at the door tonight. Hey.
前の人が7番引いた。おはようございます。はい、やっちまった。57番です。おはようございます。お願いします。おはようございます。さあ今日は何を打ちましょうか。やっぱこれだよな、リベンジですよ、リベンジ。前回打ったのこっちですからね。今日反対行こうか。一応なんかこうそれっぽいことしとこう。一応他の機種も、まあ、若干ラインナップ変わってるんで見ておきますか。来月ガロの復刻版が出るんで、まあ、来月はもしかしたら違う機種行くかもしれないですけど、今日はまだ北斗でいいかな。今日はベッドザアイテムの収録ですから。モルゲンがパチンコ行くならやっぱパチンコ熱いぞっつって。さあそれでは2回目の実践スタートです。本日も北斗無双でございます。リベンジですよ、リベンジ。まあ319ですからね。前回初当たり1回しか出なかったでしょ。あれだけ回して初当たり1回だから、どのくらいだ。前回だから900分の1ぐらいでしか引いてないってこと。初当たり2回分ぐらい足りてないから、今日普通に回して3回、いや今日5回ぐらい取らないと。ただ5回取れてしまうとそんなに連チャンしてないってことなのか。初当たり3回だな、うん、やっぱ3回を目標に今日は頑張ります。やっぱでも北斗無双は今後そのパチンコの中で生き残っていくんでしょうね。だからパチスロにもこういう機種が出てきてくれるといいんですけどね。早いところ今もうまだね、絆でもう何年経ちます。絆が出て2、3年経つような、そんな機種がまだやっぱり朝一番に埋まってる、そういう状況っていうのはあまりその歓迎すべきことではないですよね。もちろんその絆が埋まる、それに対してそのお客さんが期待を持っていく、そのこと自体は全然悪いことじゃないんですけど、やっぱそれプラスアルファでね、絆も埋まる、そして新しく出たあれも埋まるっていう、そういう状況にならないと絆がねなくなった時が大変ですよ。そうだそうだ、ちゃんとね、前回打った時はそんなに出てなかったですけど、ある程度そのあれが信頼度とかが出ましてね、今日はそれでわからないところはちゃんと見ながらご説明できるとかしますから。赤保留はやっぱ安いんですって。北斗無双は強リーチ発展時に赤保留になることがあるでしょ。あれはね信頼度 25% しかないんですってよ。でやっぱそのこういう先読みの時点で赤になると、その、まあ、保留何個目かにもよりますけど、そこそこ期待ができると、まあ、3、4個目とかだったらもうだいぶそれで 60% ぐらいあったのかな。だから2個目以降だったらそこそこ期待できるっぽいです。保留2個目以降での赤保留ね。ただその当該その変動で変わった分に関してはそんなにね熱くないようですよ。ただ金保留に関してはどこで出ようが熱い。そのもちろんもともとね保留の中で出ても熱いし、変動の中で金に変化しても熱いようです。赤はタイミング次第です。早速今日はちょっとチャンスが早く来ましたよ。アクト X 領土予告、
長い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 やつ来たよ。まあまあ疑似でしょう。ここはまだ30秒ありますから。ただこれでもう残り20秒ってことはもう大して熱くないな多分。ここでたら継続出るだけじゃないこれ。ああそうだそうだ、これ多分そんな熱くない継続で。ほらなんか真ん中のショットでしたね。あれがね後だったらこの時点で次回の30%オーバー。これはおそらくダメです。割とさまともなことを喋れますね。まあ北斗武装に関してはねちゃんと勉強してきてますから。よいしょ、はい、いやーあまあまあでもあと X 秒だがなんかこうやって早く出てくるとね前回よりはなんかこうちょっと見せ場があるのかなという気がします。現在発動でいうとこの投資100枚ですけど、これも46回転目で保留1個あるから47でしょ。100枚で47、これ来てますよ。あら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 、ブレイランドキャストの天白が本気出してきましたね完全にこれ本気出してるよ。まだ結構空いてるぞ、みんな北斗武装やばいぞやばいぞ、撃て撃て。今日はあの元気がいいですね前回と違って。よく起こるわ何か。こういう煽りがガンガンと、わっと若干熱いよ。保留2個目でもう最初から緑止めとこう、もう止めとこう。ほらアウト X 秒大国待機中、次来るよ。わあこうちょいやつちょいやつちょいやつ、赤ショック、赤ショックだけど中央じゃないからね。とりあえずまあこれは継続でしょう。あと X 秒内に関しては継続が出ます。はい、でこのあとこのあともう一個出てくるから、ああ赤の方来た。まあでも秒数が短いんでこれもおそらく継続です。もう1個あったら熱かったんですけどね。あと X 秒だがもう1個あったら熱いんですけど、これはとりあえず継続でしょう。アインのこのチャンスアップのチャンスに関しては信頼度 10% 程度なんでこれ自体は熱くない。さあここからここからです問題。あーっと、うわ中央色来た、中央赤色来た。これでもう信頼度 30% オーバー。しかもこれ1年に近かったよ。枠金枠金来てる来てる、ガッシャーン。さあ早くもチャンスがやってまいりました。ここが弱い、ここが弱い、ここが弱かった、ここが弱かった。厳しいかな。奥義も出ない。文字も黒、よいしょ、ダメですな。
最後弱かったね。やっぱこう全てがしっかりついてこないと当たらないということですけれども、しかし今日は完全に流れが違います。前回と全く違う。前回赤保留出すまでにだいぶ時間かかりましたからね。でなんだかんだ言っておりましたら、パチスロでいうところのちょうど今500枚分が流れているところでございます。で、まあ、まだその500枚分使い切ってないんですけど、現在の回転数が215ということで、もう今日はこの台でこの台で勝負しますよ、うん、やめる理由は何一つないです。前回一応 SD 入ったからまだ良かったですもんね。800回転まで余ったけど、800余って SD 入らずとか食らうとちょっとその尺的にだいぶきついです。最悪最後ちょっともうジャグラー打ちますよ。いや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 、お願いしますよ。633回転目モット流剣は、あー金剛流、これは熱い、これは熱い、これ決めよう決めよう、お願いしますよ。本当に投資は30本ジャスト16か。まあでもとりあえず当たってくればそれでいい。前回よりまだ早い、全然。奥義出ましたね、奥義発動しました。さあ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 、何が出る何が出る、激アツ激アツ、熱はもういいぞ、チャンスアップ出ております。さあ来い、激アツ出ました。キリンガラ選ばれたけどレインボーにはなってない。よいしょー、いやー、やった、よーし、前回より200ゲームぐらい早いっすよ。進歩したね。ただただ6、ただ6なんだよ、ただ6なんだよ、頼む。ちくしょう、やっぱ隣が2連続でね50パークリアしたから、僕は残念ながらこのカスの方にちょっとだけですけども、まあでもとりあえず当たりました。いやーよかった。